え、なにこれ、え、どういうこと、俺はどうなっちゃったのこれ、目くらまし状態レベルじゃないんだけどちょっと待って、どういうこと、しかも俺隠密状態になってるぞ今。なんか下になんか見える、え、くっそ、え、もう、お、助かった、助かったけど助かったけど俺はどうだったのこれおい、デッドハートとか使える、使えない、どうなってんだどうなったんだこれは、そう助けて助けてくれ、大胆じゃないんだよちょっともうこれ殺されるの待つしかないな。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス・アスガオです。デッドバイデイライトサバイバー側やっていきたいと思います。さあ、アップデでね、鬼が追加され、ゆいちゃんも追加されたと。ただ、鬼がね、操作性がちょっと悪くなったんで、若干弱体化してると思います。なかなか難しかった、使って。で、今回ね、パークが、効果が変わった、なんか怖いぞ、大丈夫か、お、これバレたかな、俺ゲロミ、吐きそだゲロミ、よいしょ、パークの効果が変わった血族と、ほい、誰も見捨てはしないかな、あれ、そうだね、破滅のトーテムだ。んで、血族は前までね、自分がね、釣られた時みんなの位置が分かって、キラーがね、近くにいると分かるっていうんだったんだけど、それが変わって、誰が釣られても、その効果が発動すると。ナイス。さすがに向こう行くかな？うん、OKOKOK。まあ、OK ではないんだけど。で、もう一つ、誰も見捨てはしない、これなかなかのね、誰も使ってないパークなんだけど、通電後にその回復とかそういうのが早くなって経験値も増えるっていうのだったんだけど、それが、どうなったんだっけかな、救助する速度とか治療速度が上がったのかな、 50% ん？ノックアウトついてる、どこにいるのか分からん。で、通電後は全員の位置がオーラで見えるっていう、結構強化されてる。まあでも通電後ってそんなダラダラするかなっていうのもあるけど、まあ、今回つけております。這いずり放置だね、ノックアウト放置だ。絆があれば、あ、釣った、釣りました、こんな感じね。あ、俺の方来るかな。これ多分上に行ったのかな。よし、俺が行こう。よいしょ、追われてる追われてる、ほい、直さないタイプかな。私はゲロ吐いてでも発電する腕は止めないっていうやつかな。ほい、直してんのかな。あ、直した、直したけど触んない方がいい、俺はこう一人でやる。足恐怖症ついてるね。とりあえず通電まで持ってきたいな。でゲート開いてから効果発動だから、で今回チャレンジで通電後、ゲートを開いた後か、開いた後に誰か一人救出するっていうね、まさに今、まさに、なんか飛んでこなかった、今俺がやりたいことがチャレンジであると。まずい、くそ、あー、ギリギリだったのにな。
とちょっとここ使わざるを得ない。よいしょ。おい、オッケー、すいません通ります。ほい、まずい、あくー、あでもノックアウトだけど、そこにすぐそこにいてくれてるから多分釣りそうだな。釣るね。あ、探してとか。あ、バレるんじゃない？それ背中、あなたの背中。溺れない。ありがとう。さっき。ちょっと直し、どうしようかな、多分こっち来るよな、やばい、どっち行ってる、レッドゲロ姉さんはどこ行ってる、大丈夫か、ここに、あーダメだ、俺が触れない、ここで、よいしょ。で今バグでこの地下に釣られると何も、わー何にも見えなくなるっていう状態になってるんで、多分冒頭で紹介したと思うけど、なのでまずいな。よいしょよいしょ、ここは隠密が強いからね、こくな、オッケー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 、うん、なのでここで地下にね釣られると本当にもうどうしようもできなくなってしまうので、まあギラガが地下に釣らないようにということと、よいしょ、サバイバーは地下に釣られないようにということですね。早く直してくれっていう感じですね。さあここついて、向こうもつくかな、あそこついたら速攻でゲート開けて救助しまくるぞ。OK、 いるそこ、あげはってそこか、まだね出来たてのマップだからハッチの場所とかわかんないだろうな、あれ大丈夫これ、あい開けたんだ向こうが、ノーワン臭くない、自分から開けてくって、でも出るか出まーすということで、誰も見捨てはしないが全く響かなかったんですけどまあ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 、よきよきと、とりあえず結束がね相当強くなってるんで、あ持ってなかったね、誰かしらが持ってると相当有利になると思うんで、試してみてはいかがでしょうか。では次回もお楽しみに、チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。